かっこいいじゃん、うん、マルテールってのはこの、ね、スカイラインのもう伝統的なね、そそるね。だからこのフロントスポイラーまでのこれ決まるんですよね、これね。サニー GTR、 はい、サニー GTR、 いわゆる R32 ってことですね。そうです、もう憧れの車ですよ ね、 ですね、多分これ多分車が好きな人、車乗ってる人はみんなスカイライン R32 って言ったら、しかも GTR って言ったらもうとんでもないじゃないですか。ここからまた一つ GTR の伝説始まったという、吹いても過言じゃないですよね、ね、かっこいいじゃん、うん、マルテールってのはこの、ね、スカイラインのもう伝統的な ね、 ね、 ね、ずっと受け継いできたこのマルテールがあって、で GTR のロゴってかっこいい、なんて言ったってでこの、え、このリアスポイラー、リアウィングって言った方がいい、ウィングリアウィング、これ日本のこのね、これもステイがあって、これここから一体化みたいになってるんですかね、うん、でまたここに補強があるってことはそれだけやっぱりしっかりしてるってことですよね、空気抵抗を考えて。なんでみんなに人気があったんですか。いや多分待望だったんじゃないですか、その。そうですね、なんで人気があったんだろうね。だってあの GTR で言われるのがもう空白があるから、ケンメリの後が、その中ないんですよ、で GTR、ね、これが平成元年かなんかドーンと出したでしょ、あ、GTR だ。そうなんです、 GTR のない時があったんだ。そう、空白があるんですよ、だから そうですよね、まあ、その間は多分30、ね、3031とかってあったけど、うん、そう、でもやっぱ R とは言わなかった。やっぱりジャパンとかテッカメンとかもういろいろある中で、うん、久々に GTR が復活したんですよね。何年間ぐらいあったの。だから昭和48年から平成の頭だから、平成元年、だからその元年までがほとんど15年以上。そうね、15年ぐらい。それからも多分 R31 とか30とか出てたけども、R とは言わなかったから。そう。GTR はないか。なんか R だけは。何でも知ってるね。何でもまあ。そうなんですよ。だからジャパンとか、あの鉄火面とか、あの頃は GTR は。R とは言わないんです。ないんですよ。GTR を作ってなかったですよね。じゃあ待望の。うん、あ、GTR 復活したんですよね、GTR が。見てください、この2ドアでこの形、このいわゆるこれブリスターフェンダーでいいですか。そうですね、この膨らみがものすごい膨らみ、リアのね、そうそう、これがグラマラスでしょ。ブリスター俺もよくわからないですけどね、膨らみでしょ、うん、そうなんですよ、ね、うん、少しだから丸っぽいよりっていうぐらい少し、うん、ね、なんですかね、大きく大まかに言うと少しカックっぽいっていうか、うん、このフェンダーがこれ採用されてるのがすごいです。だから大きいタイヤがはまるっていう、はい、そうですね、太いタイヤがはまるって、このサイズ感もいいんですよね。そうですね、4m50ぐらいかな、ボディ長が、ああ、うん、これ普通今の GTR よりは短いですよね。全然短いです。これがいいんですよね、この長さがね。でリアとドアがあって、こうフロントのこの3分割したようなね、こうやってバランスがいいよね。でこう回ってきてのこの 前のこの フロントのフェンダーのやっぱ膨らみもいいもんな。そう、膨らんでますね。だ前と後ろの膨らみがこうね、そうそうそう、ドアがあって、これちょうどいいんだ。これはよく考えられたデザインなんだよね。そそるね。だからこのフロントスポイラーまでのこれ決まるんですよね、これね、うん、あのこの形が、うん、で目がいいですよね、ライトのね。いいですね、うん、そう、この大きからず小さすぎずっていうこのライトがいいんですよね、うん、グリルのこのシンプルでいいな。だから買おうと思わなかった。買いたかったね、うん、でもこの時はね、とてもじゃないけど、僕が多分あの東京来て間もない頃、とてもじゃないけど買えないんですよね。もう当時が500万ちょっと超えてたのかな。あ、30年以上前ですね。そうです、うん、いや憧れですよね。だからそうね、うん、かっこいいですよね。こうやって見て、ああ、恐れ多い、だから乗り込めないような感じのこの、GTR ってこうなってんだ。わ、香りがまたいいね、うん、こっから香ってくる。ああ、R の匂い。ニスモってのはやっぱりもう日産の誇るね。そうですね、もうニスモってのは全部だから日産のも中のこの会社が全部こう、わあ、これ全部関係してるわけですもんね。あ、すげえな。あ、これで4人乗りですからね。
スーパーカーで4人乗りっていうのはもうポルシェか、もう GTR かっていうぐらい。ね、小関さん、ポルシェもポルシェで僕好きなんですよ。後ろにポルシェ、ね、あのちっちゃいシートがあるのが可愛いシート。可愛いしね、なんかみんなのこと思ってるでしょ。2人しか乗れないじゃないんだもんね。ツーシーターはツーシーターで褒めるの。そう、ツーシーター。それも好きなのよ、軽トラックも好きだしね。はあ、いいね、やっぱりでもこの位置がね、だからこれはもうあのセダンっていう感じの高さじゃないです、やっぱりスポーツカーだからこの屋根の、そうですね、ちょっと低めですね、位置がね、低いですよね。それがそそるんだよな。見てください、これグッとこう、はあ、でこの今のこの履いているタイヤとホイール自体が、これは増田さんが、好みでね、好みで、好みで、これ赤いリボンっていうか、これ赤い、それはあれでしょう、あのガード、ガード、あ、傷がつかないように、リムガード、リムガード、通称リムガード、リムがついてんだ。そうそうそう、これは傷つけないように赤いリムが、はあ、かっこいいな。入るのが足元に赤が一色あるだけで全然違うな。245、もともとが225ですよね。もともとは後ろも22、後ろが225、前も22225。かっこいい。いやー、そう、これは黒の GTR です。珍しいですね、黒はね、あんまり見ないしね。そうですか。一番多いのは白ですか。シルバー白、シルバー白、シルバー白、あとガンメタ。これたまたま黒だったんでしょうか、マサさん。そうですね、手に入れた時、オリジナルの、もともと純正が、黒パール、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。